激録 .com をご覧の皆さん、どうもノンストップラビットの達也と、ハリヒトと、テイテイです。ということでね、初めて見る方もいると思うので、はい、詳しい自己紹介っていうか、いいじゃないですか。まあ、僕、真ん中に座ってるんですけど、ボーカルではなく、そうなんです。ギターと、はい、あと作詞作曲やってるんでね、はい、真ん中の座を譲ってもらってる田口なんですが、はい、1993年生まれ、そこらへんだ。11月。そこらへんだ。ガチの自己紹介。あれは、寒い日の夜でしたかね。寒い日だったんだ。1月だもんね、うん。まあ生まれたのは病院なんですけど、はいはい、いや分かってるよ、はい、大きな産声を上げて、はいはい、でしっかり育ててもらうわけですね。で母乳です。あ、そこ大事よ、はい、あ、なるほど、大事大事大事、そこ大事なんだ、はい、顔見たら分かるもん、粉か母乳か。そうなんです。なるほど、粉顔だなみたいな。が、田口達也です。はい、はいはい、次、続いて平成8年2月20日あれは火曜日でしたかね。知るか、それは。曜日は分かってない。寒い、これまた寒い。一番、一年で一番寒い時期に生まれたのが、僕、矢野晴人でございます。まあ、千葉西病院というところで生まれまして。病院分かんない、いいな。あ、分かる。分かんないですよ。分かんない。で、まあ、首に、なんて言うんでしたっけ、あれ。ん？へその方ですか。ああ。が巻きついて、顔が真っ、もう土色してた状態で生まれたそうで。ああ、今はぽいっすね。ぽいじゃない。今は大丈夫ですけど。うんうん、まあ、ギリギリで生まれた男ということで。ベースボーカルをやってます。どういう終わり方なんですか。ギリギリということでベースボーカルやってる。コナミルクです。あー、ありがとうございます。あ、僕普段パティシエとして活動してないあのパリのパティシエやってパティシエ普段行き来してて。あ、そうなんだ。たまにしか多分僕いない時多いんですけど、それちょっと理解してほしい。パティシエだからエビ立ってんだ。あ、そうです、そうです。で、あとまだもうご飯あります。で、知るか。ドラマ対応です。ちなみに粉ミルクか。いや、母乳さん。母乳なんだ。はい。という3人組でやっているのが、ノンストップラビットです。よろしくお願いします。ます今回ですね、やっとリリースのお話をするのでね。ああ、そうですよ。リリースの話まで多分3分ぐらい。もう閉じてる方がほとんどだと思うんですけども。いないでしょ。僕ら5月19日に、ファーストメジャーシングル、三大欲求をリリースさせていただきます。この中の1曲、静かな風がね、はい、アニメ、はい、ドラゴン家を買うのエンディングにもなっていたり、はい、これ北斗の拳じゃなかった。ここにあった。静かな風って言ったらちょっと北斗っぽいタイトルやけど、これは穏やかな、はい、うん、壮大感の素晴らしい曲となってますんで、はい、あと表題曲の三大欲求、まさに僕らを表したような1曲になってますので、ぜひとも予約をお願いします。それでは、ノンストップラビットでした。また会える日を楽しみにしています。はい、さようなら。